します。須賀川市立第一中学校の本端末は端末作成実行委員の3年生36人により2学期のスタートと同時に制作を始めました。校長先生やおぬき様の指導のもと、玉作り、こも作り、幕作りを含め全員が力を合わせて約2ヶ月をかけて完成させました。本日は全校生徒270人と全教職員合わせて295人が参加しています。須賀川市立第一中学校の伝統であるみんなの力が結集したこの本端末行列に温かいご声援をお願いいたします。お疲れ。